えのき氷を PR する超電バスのラッピングバス、えのき氷とは、えのきけを主原料とする加工食品であり、長野県中野市農業共同組合の登録商標である。えのきけを水と共に粉砕、加熱した後、冷凍庫で凍結することにより、保存食として家庭でも手軽に作ることができ、えのき本来の栄養分を効率よく摂取できるとされている。 すでに加工された形で販売もされており、2011年以降、全国的な注目を集めたヒット商品である。エノキ氷の発案者、阿藤博文は1947年長野県中野市に生まれた。この地域は、もともと氷の材料となるコリアナギの産地だった。阿藤の地元では、新しいことに挑戦しようという気風があり、プラスチックの普及で、 氷の生産は縮小していくことを見据え、農家たちは、コリアナギから当時研究途上だったキノコの栽培に切り替え始めていた。リンゴ、桃などの果樹栽培を営んでいた後家も、やがて他の地元民と同じくキノコ栽培を開始することになった。工業高校を卒業して、会社員として就職した後は、農業収入が会社員の初任給を上回ることを知ったことで、 半年余りで会社員を辞め、実家の家業を引き継ぐことにした。その時野党は18歳だった。当時はえのきだけの施設栽培は始まったばかりであり、施設内の温度管理は寒冷期に練炭ンンを焚く程度で、自然栽培と同様、秋から冬にかけて栽培して、夏に収穫していた。20歳になった野党は、新しいことに挑戦したいと考え、22人の 有志で結成されたキノコの冷房栽培研究会に加わった。当時最年少だった。あとは試行錯誤を重ね、37歳の時にエノキだけの栽培工場を設立した。これまで手作業だった食菌、金火器、瓶詰めといった工程を全て自動化し、家族経営だった事業を雇用に切り替えたことにより、生産能力は6倍まで向上した。 あとは、経済成長期にあった、当時の日本で花の消費の増加を見込み、シャクナゲの栽培も開始していた。しかし、ある時大雪のため栽培していた、ビニールハウスが潰れてしまった。その後、農業共同組合の支援により、シャクナゲの栽培を再開できるようになった経験から、農協運動にのめり込むようになった。2001年には幹事になり、2007年には、 J.A. 中野市の組合長に就任した。後は農業者の所得を向上させるためだか付加価値農業の実現に取り組んだ。この時すでに中野市はエノキタケの生産量が日本一となっていた。しかし、鍋の具材のイメージが強いエノキタケは夏に需要が減るのが悩みの種だった。後が着目したのはエノキタケの健康に対する可能性だった。実際、 2005年に JA 中野氏が実施した試験でエノキタケを毎日 100g 摂取すると血液流動性が改善するという検証結果が得られた。だが、エノキタケを毎日1 0 0グラム摂取するのは現実的に難しかった。あとは夏場の消費拡大を目論み、エノキタケの新たな調理法を研究した。最初に着想したのは、エノキタケをお茶のように煎じて飲めないか。 というアイデアだった。えのきたけを包丁で細かく刻むのは手間がかかるため、ミキサーにかけたところ、えのきたけの弾力に負けて、刃が空回りしてしまい、束がバラバラになるだけで細かく刻めなかった。試しに水を加えて、ミキサーにかけてみると、ドロドロとした液体になったため、これを火にかけたところなんとか、ペースト状の食材として完成したものとなった。 冷蔵庫で保管したら10日で腐ってしまうため、冷凍庫で凍らせ、使うたびに解凍するということにした。偶然の産物として完成したエノキ氷について、あとは東京農業大学の江口文様に相談した。すると、この調理法なら効率よく栄養分を吸収できるとお墨付きをもらった。あとは2008年5月から本格的にエノキ氷を作り始め、 商品化を目指した。しかし、中野市には当時、冷凍食品を作るための施設がなかった。後の同僚だった、日本キノコマイスター協会の理事長、前澤則夫に相談し、平林産業の社長である、平林京子とのコネをつかむことができ、3年かけて、えのき氷を商品化させることに成功した。その後、えのき氷の名称は、 商標として2009年12月1日に出願され、2010年7月23日に登録されている。2011年にエノキ氷は長野県内を中心に販売を開始した。間もなく健康や美容に良いと報道され、ブームとなった。やがて減量効果があるという口コミが広がり、JA 中野市が実施するエノキ氷の通信販売は、 一から二ヶ月待ちという状況だったこともある。この盛況ぶりは、ゆるキャラに頼らない町おこしとして報道されたこともある。あとは2013年のテレビ番組の取材に対して、今後外食チェーンとも提携して、さらにエノキ氷の販売を拡大する方針である、ことも発表している。他にも、あとを吐は、エノキタケをヨーグルトと組み合わせることも構想しており、実際こちらは、 長野市農業共同組合と新州大学工学部の共同で商品化された。その後、藤は3期9年間組合長を務めた後、2016年に退任した。テレビ番組などで取り上げられた後から、品質が保証されない、類似品が出回るようになり2011年には JA 中野市が注意を呼びかけた。上信越自動車道にある東武湯の丸サービスエリアの上り線では、 ソーセージにエノキ氷を練り込み野沢菜を添えた、ホットドッグ、信州ドッグエノキ氷、アンド野沢菜が販売され、観光資源としても利用され始めている。東京農業大学の江口文明による臨床試験の結果、他のエノキ加工食品ではほとんど効果が見られなかった中、エノキ氷の接触後2ヶ月で、糖尿病の予防、改善効果が確認された。 江口らによると、えのき氷を料理に使用して日常的に摂取することで、便秘の解消や、免疫力の向上など、生活習慣病を改善させる可能性があり、体臭を抑え、美肌効果、冷え症にも効果が期待できるという。実際、あとは、えのき氷を食べ続けたら加齢臭がなくなったという。江口によると、有効成分は、キノコキト酸、ベータグルカン、 エノキタケギノール酸であり、エノキ氷は粉砕、加熱、凍結の過程で、細胞壁の物理的破砕成分の熱水による、抽出凍結による細胞壁の破壊によって、その有効成分の効果を高めることができると説明している。なお、エノキ氷には、食物繊維が豊富に含まれているため、 便通が緩くなる可能性もあるので、一度にいた量に摂取するのは控えた方が良いともされる。追日摂取量の目安は、市販のサイズで追日3個である。同様の調理法で料理研究家の村上翔子は、玉ねぎ氷を考案している。こちらは村上が代表取締役を務める株式会社村上アソシエーツの登録商標である。また、 カボチャ氷という製品も市場に出回っている。料理研究家のハガアツコによると、野菜やキノコに対して、ミキサーによる粉砕、さらに加熱、冷凍を行う工程は、第7の栄養素と呼ばれる、フィトケミカルを引き出すのに、最も効果的な方法であるという。えのき氷には、癖がないので炊飯器でご飯と一緒に炊くなど、どんな料理にも用いることができる。お茶やジュースに混ぜるのも、 一般的な使用法である。あとは、えのき氷を焼酎に入れたものをイ飲するようになってから二日酔いがなくなったという。通常のだし汁やスープにえのき氷を加えて、味噌汁やカレーの隠し味とする利用法が一般的である。えのき氷を料理に用いることで、えのきけの旨味が加わり、だし効果が得られ、減塩にもつながる。長野県園芸作物生産振興協議会によると、 粉物との相性が良い、料理の柔らかさを持続させるという特性も、えのき氷にはあるという。これらは、旨味成分のグアニル酸と、とろみ成分の粘性多糖類の作用である。新興協議会は、卵の代わりとして、ハンバーグのつなぎやとんかつの衣に利用する方法や、オムレツやシフォンケーキを、ふっくらとした仕上がりにさせるため、 材料の卵自体に溶き入れる方法も紹介している。また、東京農業大学の江口文明は、えのき氷のとろみを、塩化障害のある高齢者に対して応用することも、提唱している。水を加えて、ミキサーで砕いたえのき竹を鍋で煮てから凍らせるという、シンプルな調理法だが、いくつかのアレンジが存在する。例えば加熱の方法にも、1時間煮る方法、10分間、 圧力鍋で煮る方法20分煮た後鍋ごと保温袋に入れて1時間余熱で火を通す方法などが紹介されているビタミン D を増加させるためエノキタケはミキサーにかける前に日光にさらすと良いともされるありがとうございます